お互いに称号にカモネが入っている。おい、ミコトのカモネ見たことないんですけどね。できるよ、ミコトいるやん。おっと、ニエゴへ刺さるがヒットを確認できず。さあ、お互い膠着状態。パワーブラストを先に使ったのはヒロヒロくん。タッチをなぜかちょっと溜めて、これ牽制で、おっとここでネルガン、リーファーを使って飛び防止、近づけさせないと、ここで着地コネクにパワーブラが刺さってしまう。これは拾えたが、おっとこれは早めにキルダを使って、さあここで立ち下げを食らってしまう。リーファーを使ってさらに触りに行く。できれば使いたくなかったんだ。ここでゲージがマックス状態のキルダ長、立ち火対空からさあバーストストリーム、これワンコンボ圏内。あー、これは死なない。おっと、ここから暴れ入って、どうする、何かが刺さったらお互い死ぬぞ。立ち火対空からこれスケープしてもない。おっと、ここで取りに行く。おっと、小足が若干サットシの方が早かった。一本取るわ、サット。リーファを潰してリーファ呼ぶ。ジャンプビッグ対局からタッチ、タッチダメの振り方うまいな。投げを匂わせてリーファを呼ぶ。おっと、タッチ対局、タッチからゆっくり時間をかけて、しかしここでヒットのターンが始まってしまう。おっと、壊し、これカウントヒット確認。持続の5エビか、4エビか重ねて、立ち火対空またしてもヒット確認。リーファーを重ねて小エビには、これは2兵にコンブラが正解。ここでかっこよくかっこよく決めたのはサット2本抜き。俺が2本目の、ここで出てくるはこれ同キャラ戦かな、あれ違うんだ、アスナか。チーム名にもなっておりますタカラッシュ、タカさんのアスナとサットシのサットシ、この3人が待ち構えている状態非常につらいが頑張っていただきたい。リーファを呼んでパラレルはガードする。リーファをお互い呼んで、さあ知恵がうまいんだな。ヤガビータイク触りに行ってリーファを呼ばれる、呼ばれる、はい。さあパラレルからパラレル暴れ潰し、ここで立ち火対空回してもうまい。これはというか強すぎる。さあゲージがパンパンな状態、ここで立ち火グラから、さあバーストストリーム、立ち火グラすーげー強い。おっとダッシュ A にジャンプ B が刺さって、宇宙コンボ、これはリーファを残して置き攻め重視、これは F 式やりたいマンか。 5AB からこれ当たると勝てるゲーム、
ここで高さんが先手を取った。切り札が当たれば勝てるんです。さあ四股足からダウン重視、ダウン重視技数決めてダッシュ 5A で反撃をさしていく。おっと奥田サーバレは先出しの 5-2 に負けてパワーブラストコンボ、またしてもキリとゲージがパンパンの状態。これここから、ここからが闇、ここからが闇。あ、やりたいやつ。おっと、欲しいでリーファが潰れる。これは非常に美味しいが、このセットはしょうがない。まあ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 、状況重視。ただし状況は高さんが有利な状況。開幕リーファを呼ばれてしまい、ここでダウン中止。ここでなんだ、忍者戦法が取らず勝利を食らってマザーズロザリオ完全に流れを掴んでいる。おっとここでキル出そう、立ち火対空からコンボ選択はバンゲージ使ってブラスト。これは死ぬか、しっかり決めて高さんが一矢報いていく。さあこのアスナに誰が出るか。ここで出てくるは格の違いを教えてやるぞと、アスナ同キャラで挑んでくる。いやーエボ見すぎて疲れたわ、いい加減にしろ。これより作戦指揮を取ります。ここは私に任せ、私に任せなさい。これより作戦指揮を取ります。私に任せなさい。さーて敵の攻略に入りますか。さあどう始まるか。リーファを呼んでお互いサポート回数を稼いでいく。さあしゃがみ対空からちょっとブラスト遅かった。リーファをこれは潰してしゃがみ対空うまい。ジャンプ C がなぜか5位を出してしまって状況重視のバーブラスト。ジャンプ B、 ジャンプ C からマザーズロザリオ、これはワンチャンス。おっと完全に投げ釣りを見たぞ。中段が通って大きな目重視かと思いきや使ってしまう。おっとこれはこれは嵐プレイだ。うわ嵐プレイにゃ、いやいや全然まだまだあるぞ。これ取った方が勝つだろ。これうわー強気のダッシュに A からお互いブラストエスケープ状態。パラレル大きめから西、これ強いんだ。リーファーを呼んでサポート回数稼いでいく。AB から切り札使って状況重視、ジャンプ C 誘ってマザーズロザリオ。ここでリーファを呼んでさあお互いどうするのか。とジャンプ C が勝つ、ダウンオーチはできずにジャンプ C から投げ、あっと下段を匂わす、投げを逃がすときは逃げか。しっかり決めた新さん
いやでも相手は打つべき、あれはあれは取った方がね。その様子じゃ他に仲いい。はい、じゃあ続いて GJM さんありがとうチーム、 GJM さん、のびさん、森熊さん、対するアッセン4プロさん、桃井さん、キャベツさん。はいはい、じゃあこっち来てじゃんけんしてくださいな。じゃんけんじゃんけん。はい、じゃあそことアセン。じゃんけんしてください。え、何？どういうこと？どういうこと？え、2対1でじゃんけんすんの？ずるくない？いやいや、とりあえず早くやっちゃってじゃんけん。場所だけコンパネを。一P側ってどっちだ？こっち？あ、こっちが一P側なんで、こっちで。で、先方だけ、先方教えて。先方申告制です。霧の、じゃあ霧の対みゆきです。ここでみゆき使いの期待の星でございます。みゆき対キリノ、みゆきがね、若干めんどくさい組み合わせ、キリノは、うん、キリノめんどくさくないキャラなんていねえから。じゃあ次からパブラコンはちょっと見せてしまう。テイクバレー、アスリートダッシュにフローラルロックが刺さる。タメ越しからこれダウン、どれダウン重視ではない、インフェルノまで決めていく。立ち火を重ねてフローラルロックを当てる。アスリートエハセート投げが通り、リュウジと一緒に攻めていく。 EX フローラルからリュウジがヒットして、この補正は EX 軍グリーンがないと、うん、そうなんですよ、こうなるんですよ。エビが漏れたところに一歩目取ったのはのびさん。だ、ね、ああいう時ゲージない時はなんかニブルとかで締めるのが一番いい気がする。ダウン取れるから。龍二と一緒に攻めてニブルパワーブラストでしょう、使ってしまうが、うわー、ダメージ重視のコンボと、まだ切り札も2つある。立ち火に対してスプラが出て強気の切り札、危なげなく勝ったのはのびさんになります、おめでとうございます。続いて時報はどなたが出てくるのでしょう。早く帰ってお兄様に美味しいお食事をご用意しなくては。